セラピス・ベイは、ヘレナ・ピー・ブラバツキーに始まる、近代新知学で、信奉者たちを導く、古代の知恵の大師の一人とみなされる存在である。チベットにあるという霊的指導者たちの秘密結社、大白色道法団の一員とみなされている。新知学協会から分派した、アルケーンスクールのアリス・ベイリーは、オカルティズムの概念である七光線のうち、 セラピス米は第四光線を司るとしている。新地学協会のチャールズ・ウェブスター・リード・ビーターは、ヘンリー・スティール・オルコットが、モリアと面会できなかった時に、セラピス米から、オカルトの訓練を受けたと書いた。新地学協会設立のため、ヘレナ・ピー・ブラバツキーを補佐するようセラピスがオルコットに、進めたという一連の手紙が、知恵の大したちからの手紙として出版されている。 セラピス米・ベイはアトランティス破壊の時にエジプトに渡った聖なる炎の寺院の高位聖職者と考えられている。また古代エジプトのファラオアメンホテップ3世やアケメネス・アサ、ペルシアのクセルクセス1世によるギリシア信仰からテルモピュレの通路を守り紀元前480年に殺害されたスパルタノ・レオニダス1世として現れたと信じられている。セラピスは・ベイは 近代新知学の信奉者たちによって、古代エジプトのセラピス人と同一視された。ソースオブイメージオブセラピス、ベーションオンアバブディストリビューテッドバイザ・カイラン、アンドペインテッドバイニューエイジアーティスト・ピーター・フィック、クリスティアンセン・ハット・ベイリー、アリス・エイ、エイトリーテス・オン・コズミック・ファイヤー、1932、ルシストラスト、1925、 p1237 ハットレデベター cw ザマスターズザパスアードや、マドラス、インディア、1925、ザティスサフィックル・パブリッシング・ハウス、ページ238、レーターズフロム・ザマスターズ・オブ・ザ・ウィズダム・トランスクライブド、アンド・アノテーティド・バイシー、ジナラ・ジャダサ、セカンドシリーズ、シカゴ、イリノイ、ザティスサフィックル・プレス、1926、プロフェット・マーク・エル・アンド、 エリザベス・クレア・ローズ・オブ・ザ・セブン・レイズ・リビングストン、モンタナ、USA、1986、サミット・ユニバーシティ・ページ149、プロフェット・マーク・ L.＆ エリザベス・クレア・ローズ・オブ・ザ・セブン・レイズ・リビングストン、モンタナ、USA、1986、サミット・ユニバーシティ・ページ153、プロフェット・マーク・ L.＆ エリザベス・クレア・ローズ・オブ・ザ・セブン・レイズ・リビングストン、モンタナ、 USA 1986サミットユニバーシティページ150プロフェットマークエルアンドエリザベス・クレアローズ・オブ・ザ・セブン・レイズ・リビングストンモンタナ USA 1986サミットユニバーシティページ156ありがとうございます